水粘土で陶像を作る日本の中年男性をモデルに、彫塑を学ぶ方、造形を楽しむすべての方への動画です。今回は水粘土での約2分の1サイズの陶像制作に挑む工程について解説していきます。プロセスは限定的にならないようできるだけ要点のみに集約しています。ここでの制作工程や考え方はあくまでも一つのアプローチとして参考にしていただき、皆様のアートライフにお役立ていただけると幸いです。使用するものは乳彫塑、造形芯材、造形のための道具です。今回は実際に目の前にいるモデルを作りません。メディアを通して見られる人物をモデルにします。資料がたくさん見つかるモデルであれば、ネット環境があれば自宅で手軽にトライすることができます。これというモデルが見つかれば、まずは描くことから始めます。ネット上からモデルを選ぶときは、資料が豊富に見つかること、造形的な特徴に何らかの魅力を感じること、髪型や化粧で骨格が分かりにくいモデルを避ける、以上を踏まえて選ぶと良いでしょう。デッサンの画材は手軽なもので構いません。どんな大きさで描くかも気にせず、なぜかというと、このスケッチの目的は他人に見せるためではないからです。描くことで観察が深まるので、自分の理解のために描きます。描いていくうちにモデルの特徴が次第に頭に入ってきます。言葉では言い表せない雰囲気や感じがつかめてくる実感が来るまで、たくさん描いてみましょう。動画を流しながら数秒レベルの短時間でクロッキーをすることも有効です。大まかな姿勢やフォルムの特徴もつかめます。垂直に棒を立てた道具を芯に粘土をつけていきます。どれくらいの大きさ、ボリュームにするか、目星をつけて作ります。作るサイズと同じ大きさのデッサンを描いておくのも良いでしょう。芯材にしっかりとつけていきます。ここでは主にモデルの姿勢に着目しています。人間の頭部は胴体に対してやや前のめりについています。首の角度一つでも姿勢は個人を特徴づけます。短時間のクロッキーなどを通して観察しましょう。はじめはパーツにとらわれず、もしもモデルの頭部をストッキングで覆ったら、どんなフォルムが現れるのかを想像すると良いです。このような粗い段階でも、頭の長さや首の角度などで多少の個性が現れます。ボリュームと姿勢が大方定まってきたら、徐々に面を意識していきます。側面、正面を整理していきます。面を意識することで、頭と体が向いている方向が定まります。形を整理していきます。この段階でも鼻は方向性やフォルムに大きく作用するので、簡単な形を作っています。面の方向性は頭蓋骨の形に従っているので、頭蓋骨をはじめ肉体の内部を想像して迫っていきます。軸や稜線を観察するために線を引くのは有効な手段です。首のフォルムははじめは筒状で捉えるのはいいですが、徐々に面の移り変わりを分析します。首は筋肉がフォルムに大きく影響します。後頭部から背中につながる僧帽筋、胸鎖乳突筋は大きく形に作用します。耳の穴の位置は重要なポイントです。左右のズレがないか、様々な角度から確認してみましょう。眼球を覆っている骨、顎の骨、脳を覆う球体状の骨、生きたモデルの骨格からも観察できるので着目していきます。骨格の観察に伴って、正面と側面の面、眼下の側面から頬にかけての斜めの面を発見してみましょう。徐々に眼球のフォルムも作っていきます。眼球の離れ具合や瞳の大きさは印象に大きく作用します。細部を先に作るのは危険もありますが、
今回はモデルの個性を大事にしたいので、この段階から周辺の骨格と関連させながら見ていきます。口は歯型からわかるように中央が前に突き出しています。立体としてのフォルムの上に口をすぼめる口輪筋、そして口の裂け目があります。生え際を探っています。生え際は個人差があり印象に関わるので、よく観察してみます。0か100かではなく、多少境界にはグラデーションがあるのに気づきます。このことを意識しないと、カツラっぽくなります。服や後頭部など、一見印象に重要でないように思われるところを作っていくと、今まで見えなかったおかしなところも見えてきます。背面は資料を見つけるのに苦労することがあります。動画などで瞬間を見つけます。髪は一本一本描くのではなく、まとまりごとに生え方を探ります。海流のように大きな流れの法則を見つけます。側頭部は最も横に張り出していてボリュームがあります。顔面だけにとらわれず、横や後ろのフォルムを対等に観察していきましょう。おでこの膨らみは後頭部につながります。頭部の骨格を想像して、前髪の膨らみとは別に整理して見ていきます。今一度耳の穴の位置を確認します。左右から爪楊枝を刺してみます。この状態で上下左右から見てみて、ズレがないか確認します。この方法は耳を作るだけでなく、周辺の構造を具体的に作るためにも有効な手段です。耳は渦を巻くような秩序のある形になっています。縦方向では眉から口の間に位置すると言われます。ここまでで大方人間らしい形にはできてきました。しかしモデルの特徴をつかんでいるとは言えません。一目でわかるくらいにするために、細部にわたってモデルの特徴を観察していく必要があります。徐々に根気よく特徴、印象を探り、間違い探しのような要素が混じってきます。今までの工程は踏まえつつ、つけたり取ったりしながら試行錯誤して、モデルの本質的なイメージに近づけていきます。今回モデルの特徴は眉毛も目も垂れていたことです。観察が足りないと無意識に自分に似た姿を作っているものです。意識的に直していく必要があります。微妙な違いが大きな印象の違いになることがあります。全てはバランスなので、細部に至っても全体を意識して作ります。不思議なもので、ただひたすら資料を見た通りに作ってもうまくいかないものです。目をつむってモデルの印象を思い浮かべてみて、心の中にどんな印象として現れるかを探ってみることも有効です。首の長さが違うと感じたので、大胆に粘土を持って襟から下を作り直しています。表面の質感には様々な道具を使い分けます。
髪の毛はアイスの棒の折れた部分を櫛のように使って表現したり、肌の感じはスポンジを用いたりするなど、工夫の幅は無限大です。このように服、肌、髪、瞳など素材の違ったものを一つの粘土で表現するために、うまく道具を使い分けてみてください。納得できるところまでバランスが整うと、ひとまず完成としましょう。今回はモデルを特徴づけるマスクを装着させてみます。マスクは大きさと口や鼻へのフィット感が重要です。マスクの端の方はゴムに引っ張られて多少波打っています。ゴムはマスクの端にも耳の端にも多少圧力を加えており、緩やかに引っ張っている様子が感じられます。それに伴ってマスクの横側が少したわんでいます。横髪をかき分けてゴムは通り抜けます。ゴムの左右にズレがあると耳にもズレがあるように見えるので、左右を合わせます。筆でなじませたり形を整えます。この粘土はそのまま乾燥させて丈夫になります。ぜひお家で作ってみてはいかがでしょう。